ましょう。じゃあ後半はカズーだ。よっしゃーい。どうしてもあんた引退したからって動きを振って踊ってる。じゃあもう一回あれやな、後半は同じメンバーで行こうか。いきましょう。何千万円もかけみんなポジティブ、最後もう一回ご飯。はい、ここでですね、ちょっともう私たち起爆剤さらに必要ってことで。確かに欲しい。点欲しいですよね。点欲しいです。取れる選手ご用意します。よっしゃ、でかいでかい。よっしゃ、ヒントトレーニングから駆け上がってきました。駆け上がってきた。ちょっと声もなんかパワーない、ね、そうなんですよ。ちょっと体調不良でして、ね、ちょっとパワーないね。無理してで僕あのセレッソで J2 得点王に なったことあるんで話してください。ちょっと待って、ちょっと大丈夫よ、大丈夫大丈夫。ちょっと久しぶりのね、今日は復帰やから、はい、緊張しそうよね。そうです、はい。で、岡田選手、はい、今日ちょうど前半終わって、あの、あえての後半からだったんです。今日最初いらっしゃらなかったですね。そうですね、すみません、もう一回いいですか。大丈夫、大丈夫よ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、まだ乗れてないよね。まだ乗れてないよ。もう一回、じゃあもう一回いきましょう。はい、お願いします。深川選手、今からってことですけど、最初、相手の今からってことですよね。最初いらっしゃらなかったですけど。心配してた。そうですね、遅れてくるのがヒーローなんで。ギリギリやったよ。ちょっと待って、プレーもちゃんと信じはできるんですよね。信じも、いや、それはもちろん、あの、学生時代ソフトテニス部でした。ソフトテニス部、ソフトテニス部でした。はい、ただ2点今、はい、負けてるんですよ。はい、点が必要なんで、ここから、はい、期待してもいいですか。いや、任してください。強力だ、助っ人。いや、ありがたいですね。シンジ、ほんま頼むよ。はい、はい、お願いします。はい、入れていきましょう。ほんまに前半終わりましたけども、フル出場で前半ですね。まあ、外しすぎたね、俺が。俺がちょっとシュート外して、チャンス結構ありましたね。あったのよ、あったんやけど、ワールドカップ見すぎてイメージ高すぎて角狙いすぎちゃって。昨日の影響がちょっと影響、あの、ワールドカップの影響がすごい出てて、ちょっとすごいスーパーゴールばっかり狙っちゃってだけども、それも完全に修正できたんで、まあ、終了間際、あの、1点も取れましたし、1点取れましたし。そうなんですよ、あそこ大きかったですよね。あそこ取ったか取ってないかのえらい違いですから、はい、2003年、長井スタジアム前半15分で浦和レッズに3対0で負けた試合あったんですけども、結局、6対4で勝ちました、セレッソが。前半折り返した時点で3対1で負けてたんですけども、はい、そこから6点取って勝ったというゲーム。そんなこともあるんですよ。もちろんあります、はい、なんで全く心配してないです。なるほど、ね、大丈夫です、はい、やっぱりどうですか、はい、ちょっとやっぱうまいんですか。うまい強い、うまい強いというか慣れてるなって思った。あー、このコート、このボール、うん、ボール回し、うん、なんか人の入れ替わり方とかで、うん、慣れてるなっていうのがすごい強度高そうでしたね、うん、めちゃくちゃすっごい、やっぱ、まあ、球際とか、あの、ゴール前とかすごいやっぱ体が強いし、うんうん、ボール回しもやっぱ丁寧だし、うん、そう、チャンピオンになるか。とはいえね、そう、もうプロ、元プロたちの、そうです、ここからもうプライドです。プライドですよね、ここから。で、まあ、なんといってもね、ヒーローが来てくるからね。楽しみにして、期待して応援してますね。楽しみです。頑張ってください、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。後半もカズーだ。よっしゃー。
誰？似てるな。ほんま？誰やお前。誰やいおい香川さん、香川ちゃうんかい。12やん、細いし。ソックス履いてこい。ソックスも履いてへんやんけ、お前。本物の真実ね。違うやん。本物ちゃう、前の本物ちゃうし。久しぶり。頑張ってね。あっち全然喋れへんかったんで。本物ですね。懐かしいです。楽しみです。何がや。
差し掛かんな。どうぞ。お前何してんの？何してんの？何してんの？いいよ、いいよ、いいよ。おいよ。もっとチャンスだね。いいよ、いいよ。何でもいいよ。おい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 。肘の影今の。シンジ、ちょっと体調悪そうやから顔シンジ体調悪そうシンジめっちゃちょっと座っとってよシンジ、体調悪そうやいいバックステップ来た来た人間いい言うとったよこれこれ大丈夫だろなぁはいお見送りいいよ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 お見送りゲージうまうまいうわこれ出てる？
こっちなんや。僕暴言してるんですよ。彼はすごい言い殺したよ。レッドがいい。レッドがいいんですよ。こっちなんや。ないですか、レッドは。暴言やめよう。暴言が言ってない。これ決めた言ってたね。暴言やめよう。ちょ、ほんまに決めてよ、ちゃんと。ほんまよ、ほんまよ、マジやね。ほんまにって言ってるから、監督が。ちゃんとやってよ。さあ、シンジ。おわっと、あれを入れるのがセレッソチームの
そして元キャプテンの役割。どうなってんの？あんた引退してサボって5キロ10キロ踊ってるから。めちゃくちゃ言うやん。なんであんなもん言われたから。ほんまに悲しいわ。シジめっちゃ上向いてる。何戦のどれや。あのロシアワールドカップのフィルで終わったと思う。ごめんなさい。ごめんなさい。懐かしいです。あ、懐かしい。懐かしいです。ロシア終わった後ですよね。終わった後です。懐かしい。思い出、当時の思い出もあるんですか。いや、いい試合結構多くてね、宿舎の卓球が多かった。そんな悪いこと知らん。いやー、強い。頑張った、よう頑張った。いやー、よう頑張った、ありがとうございます。いやちょっと待ってくださいよ。え、悔しがりが足りないでしょ。悔しい。ちょっとヘラ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 酒てんのに。泣きの一回頼みに行くつもりですが。ついてきてもらっていいですか。動けますか。皆さん体力的に体力的に動けますか。まあ、新地さんに聞いてもらった方がいいと思います。行けます。じゃあ行こう。どうしたんですか今。ちょっと反省会してて。そしたらまだ芸人か。芸人上立ってるか。体調悪いよ。ちょっと体調悪いよ。なんで来て。なんやそちらのお時間があればですけども、もう一戦お願いできないでしょうか。なんて言ったよ。もう一戦お願いできないでしょうか。もう一戦、はい、お願いできないでしょうか。あのマネージャー女の子、最後の3戦目だけうちのチームにくれ。はい、はい、わけわからへん、わけわからへん。あの、あ、スポーツ番組でよくあるやつ。そうそうそう、あれか。あれあれ、スポーツ番組でよくあるやつやろが。あれやろが。東くんの、右ソックスを、終わった後ください。なんで欲しい。何にもならん、こんなん。欲しいこれ。スポーツ番組、スポーツ番組に見たことないでしょ。スポーツ番組、何の番組。ああ、はいはい、分かった分かった。分かるでしょ。違うでしょ。正座してほしいな。なあ。正座してよろしくお願いしますってやってほしいな。この番組ですよ。できんのかい。そうです。みんなやろう。え？やろう。やろう。お願いします。お願いします。ほんまに、どこまで俺の好感度下げた気がするんだ。もうこれ地についてるんですよ、私。オッケー、やりました。よっしゃー。うつり悪すぎる。うつり悪すぎる。簡単やねん。うつり悪すぎる。A sustainable future. Myanmar.